中南部のブラタ村付近から見た、ロドピ山脈の眺めヒサリア要塞の壁プロブディフ州は、ブルガリア中南部に位置する州。州都はプロブディフ。19世紀の民族復興期には、ベルリン会議によって東ルメリジ地州に編入され、プロブディフはその州都に定められた。後に、同時地州が、ブルガリア王国に併合されたのに伴って、ブルガリアに復帰した。 プロブディフ旧市街プロブディフ州の領域は、バルカン山脈の南に広がるウエトラキア平原、ロドピ山脈地方、スレドナ山、そしてバルカン山脈の一部にかけて広がっており、最も標高が高いのは、ボテフ山の頂上である。主要な川には、中央を流れるマリツァ川、南のロドピ山脈から中央へ流れ込むストリャマ川、および北のバルカン山脈から中央へ流れ込む、 キャスチニク川などの川が流れる。豊富なミネラル光線があり、ヒサリャ、ナレチェン、バニャなどには、スパリゾート施設もある。中央バルカン国立自然公園にはブルガリアで、最も落差の大きいタキライスコプルスカロがある。館大と集約化された農業は、州の重要な産業となっている。主な農産物には、果物類や野菜、小麦、米、大麦などがある。 首都のプロブディフ及びその周辺では、鉄工業や電子工業も盛んである。その他の主要な生産業としては、カルロボでは、農業機械、ソポト、カルロボ、およびプロブディフでは、兵器や軍事産業、プロブディフ、アセノブグラトでは、化学工業、食品産業などとなっている。ローマ時代の遺跡をはじめとした、プロブディフに豊富に残されている、文化遺産、並びに、 温泉リゾートを中心とした観光業は重要な成長産業となっている。プロブディフ州の基礎自治体プロブディフ州には18の基礎自治体がある。また、プロブディフは6つの区に分かれている。ありがとうございます。